はい、こんにちは。日本改革党靴沢です。エホバの証人っていうあのキリスト教系のあれですね、物見の塔であるとかなんか小冊子作ってですね、勧誘して家庭訪問して歩くっていう、児童虐待を弁護団が告発。元三世信者の30代女性。三世ってからにはじいちゃんばあちゃんが信者なんだな。2、3歳の頃からムチ打ちなどあらゆる虐待を受け続けた。教義の根幹が終末思想で、ハルマゲドンで滅ぼされるとずっと教えられてきた。集会中にちょっと集中力が切れたり、手で遊んでいったり、居眠りをすると、ムチ打ち部屋に連れて行かれて、そういう部屋があんだ。教団の施設にムチ打ち部屋っていう、拷問部屋みたいですね。連れて行かれて、ムチ打たれた。背中や太ももにミミズ腫れや出血。教団はムチを控える人は子供に憎んでいるという、聖書の言葉を、で、ムチ打ちを正当化していた。聖書にそういう言葉あるんだ。ムチを控える人は子供を憎んでいる。まあ、あれだよな、子供を叩いて、しつけるっていうか、でないと子供も不幸になるって、悪いことちゃんと悪いと教えないとっていうのを、まあ、ムチっていうのだけに反応してですね、ムチ打ちを正当化っていうか、教団がムチ打てって親に教育してんでしょうね。弁護団581人を調査した結果、9割以上の児童にムチ打ちの経験があった。つまり組織ぐるみ、ムチ打ちを良しとしてやってるみたいですね。これに対してですね、教団側の回答がですね、知らぬ存ぜぬ。でね、しらばっくれてるみたいであります。ネットの反応です。普通にただの犯罪では完全な邪教だわ。玄関開けたらいる人、なんか子供連れてくんだよね。女性二人組ぐらいで子供連れて、で、子供もさ、ほら、行かねえなんて言うと、ムチ打たれっから、しゃーなしで来てたんでしょうかね。今考えるとかわいそうですね。ここは統一以上にやばい噂を聞いている。とことんぶっ壊せ、こんなとこ。ニコニコしながら陰でひでえことを。信者の子の入学で学校の先生がすごく困ってた。まあ困るわなぁ。無知で打ってくださいってお願いされたらさ、終末思想っていうのはですね、この世は悪に満ちている。悪を終わらせるには大変化が必要で、それは近々やってくる。大変化を生き残れるのは我々だけ。なので仲間に引き入れて救わなければ。っていう思想ですね。まあ古くせえ思想なんですけれども、ここだけじゃなくてですね、検証会もですね、この世は滅びる、生き残れるのは信者さんたちだけって露骨にそれやってます。エホバは最近ですね、役職者による性被害もバラされてたし、統一みたく解散させられるんですかね。欧米もですね、若者のキリスト教離れが著しいそうであります。教会に行かない今の若者、というか初めからキリスト教に染まらない若者が、なんでかって言いますと、 SNS っていう神が現れたから他の神用済みになったんですね、これね。何が正しいことなのか、何が善で何が悪なのか、神父や牧師や坊主に聞いてた、ものがですね、それが必要なくなった。これはありかなしかをですね、SNS が答えてくれる世の中になった。こういう、これこれこういう男と付き合ってもいいのかな？こういう行いは善なのか悪なのか、ありかなしか。SNS で答えが見つかる。なので、宗教の必要性が薄れた。つまり人がですね、人生の規範とすべきもの。それを神の代わりに SNS が教えてくる。仏様の代わりに SNS が教えてくる。だから全世界的に宗教離れっていうのが始まってるみたいなんですけれども、鞭打たれた子供はですね、あ、子供はこうやって教育すればいいのかって、思っちゃってですね、自分の子供を鞭打つように、あとは教団がそれを推奨してんじゃしょうがないよね。少なくとも日本にこんな邪教は必要ないから、ホストなんてやってないで国会でこういう話やってくるよな。統一の次はエホバですか。まずね、まあ、統一教会暴かれたよね。あと五輪委員会捕まってるよね。ジャニーズずっこけだよね。
宝塚ずっこけてますよね。次はエホバですか。検証会なんかもそのうち暴かれんだろうな。あとはあの創価学会とかもね。外務省東欧共和国どこにあんだ。バイパス道路建設計画に40億円あげちゃうと発表。でこのあげた40億円で日本のあのゼネコンかなんかが出かけてって、やってですね、あの懐を潤すんでしょうか。ゼネコンっていうか何建設業界優遇っていうかばらまきっていうかお友達っていうか円で賄賂とかもらったりするんでしょうか。なんか毎日のようにこんな風にあの外国に金ばらまいてないかな。朝日新聞2012年与党返り咲き以来の最低内閣支持率に岸田が悪いことしてないのにって周囲に漏らしたと報道してありました。まあ、本当か嘘か知りませんけれども、世論です。いやしてるだろ悪いことね。自覚ないのがむしろすごい。各方面に嫌われることしてんじゃん。頭おかしいんじゃなくてふらふら外遊ばっかして金ばらまいてるから。カルト本部に堂々と言っただろ。いらんことは検討せずにすぐやる。息子が官邸ウェイ。 LGBT 法韓国スワップ再開ホワイト復帰。トリガー条項無視。年金負担増100万円数え上げればキリがないと。まあ、あの直近で言えば特定カルトに総理大臣名で弔意とか本部を弔問とかやってんだろうが何にも悪いことしてないってね。創価学会のあの足なめてご機嫌取り、惨めですね。なんか悪いことしてないってあの自分が何やってるか分かってないのが怖いですね。こんなあの政治センス皆無でよくここまで上がってこれたなーって。まあ操りやすい使いやすいっていうのが何でも言うこと鵜呑みにすっからこいつはあのバカだけど使いやすいなっていうので上がってこれたんですかね。鳩山幸男並みのバカかもしれないな。なんかあの漂ってますね、そういう雰囲気が。日中首脳会談やれば支持率上がる。韓国と技術協力する計画を発表すれば支持率上がるって全くの誤解だからね。それあの支持率あの減らすやつだから。徳良経団連会長、なぜ支持率が上向かないのか不思議だ。なぜ支持率が上向かないのか不思議だ。経営側にとってはいい政権みたいだな。世論です。まさに裸の王様。お前らの御用聞きだから支持率が下げ止まらない。こんなのが経団連会長とか終わってんだ。外交の成果ってなんで金巻き旅行してるだけじゃないか。経団連の支持率調べてみたら嫌われ者が擁護する政権。お前らと一緒で韓国大好きアホだから人気ないんだぞと。法人税上げんな消費税上げろっていうバカトクラが応援してるような政権だから人気ないんですよね。国民の大部分はですね、あの経営者じゃなくて労働者なんだから、経営者と労働者は利益相反ですよ。経営者に人気イコール労働者に不人気なのは自明の理ですよね。不人気なのにそんなこともわからない。悪いことしてないのに何が悪いんだか分かってない。私にはですね、岸田総理が薄バカに見える。学会本部にためらいなく行っちゃったりね、そこはかとなく漂う鳩山幸男風味、薄バカに見えんだな。立憲民主党内閣支持率だだ下がってんのにうちの支持率上がらないな。さーってなんでですかねって。世論です。むしろ下がってるよね。おめでたい連中だな。そんなこともわからんの。わからないから今この低たらく。他が下がれば自分が上がるって論理は間違ってる。立憲共産党は受け皿にはならん。前世の行いが悪すぎたからでは。民主党の連中が大勢残ってて支持率上がるわけないでしょ。今立憲が狙ってるのはホスト狂い支援事業の利権ですね。ごくごくわずかのために国会の時間無駄にして支持率上がるわけないんだよな。ホスト狂いのね、頭弱い系女子をですね国が支援することになったらどういうことになるかっていうとですね、頭弱い系女子国が支援してくれたらもっと遊べるなぁ。ホスト国が支援してくれるならもっと絞り取っていいなってなるよ。こうなるよ。こうしかならないよ。野党転落した直後にですね、我々の何が悪かったんでしょうか。アンケート調査実施したんですよ、12年前。最もいいねがついた回答がですね、そんなところもそんなこともわからないとこだったの。当時の民主党ね。
だったのはいい思い出です。まあ、岸田総理も、そういうこと、そういうとこありますけどね。悪いことしないのって、自分の職業を分かってねえのもんな。自民が下がれば、立憲が上がるって論理が、そもそも間違ってんですよね。まあ、立憲はバカだから分かんないでしょうけどね。その他のニュース。入管闘争市民連合という、なんかあの、ものすごい名前の団体がですね、日本生まれの不法滞在児童に滞在許可を、集めた署名を入管に提出と、お願いするんだったら、その舐めた名前ね、ふざけた名前、なんとかしてからにしたら、不法滞在者が繁殖って、どこまでずうずうしいんだよ。それに、滞在許可を与えろって、なんてずうずうしいんだって思いますね。これやっちゃダメだぞ。日本滅びちゃうからな。宮城県議会、メガソーラーや風力発電事業者に税負担2割増の条例を可決。これ法人税でしょうか。法人税って5割取られるのに、その上2割増やされたら取り分なくなっちゃうね。県内から再生エネルギー事業を締め出し、山林を保護することに決心した模様であります。すでにある事業所を涙目ですね。放置して夜逃げすんなよ。それが心配だ。11月20日バイデン81歳の誕生日、アメリカ大統領史上最高齢になりました。次も出馬するって言ってるが大丈夫ですかね。今ですらボケかもしてるのにね。他人名義のキャッシュカードを売っていたグエン・ミン・ティエン28歳名古屋で逮捕。犯罪組織作られちゃってますよ。どうすんのこれ。しばき隊メンバーでもある神奈川新聞、石橋学、無休暇で杉並区議員控室に侵入しようとして警備に阻止される。お仲間の中核派の洞口にはお願いしなかったんか。アルゼンチンにまともな大統領爆誕。ハピエル・ミレー、大統領、左翼はクソクソと話は不可能、多様性反対、ジェンダー反対、女性賞も廃止する、移民もエコもやめる、中国寄りの政策をやめる。ああ羨ましい。なんて羨ましいんだ。中国共産党、池田氏は人民が信頼する古き良き友人だった。中共に褒められるようじゃダメだろっていう話ですね。富士の月曜9時枠、二宮、中谷、大沢たかお主演のワンデイ視聴率 4.8%、月9史上最低記録更新。富士はもう廃業しろもうやっても無駄だから廃業しろ悪いこと言わないから。民放で再開になっちゃったんでしょ。他の番組 もう全然ダメだからもう廃業しろって話ですね。だいたい社長が71歳の、フレッシュな感覚でヤングを狙い撃ちしたいみたいですけど無理だよ。そんなの廃業しろ。富士はね。というわけでですね、メール登院のご登録ください。動画説明欄もっと見るをクリックして、そちらからご登録ください。よろしくお願いいたします。デトックスジャパン。